じゃあ、例によってちょっと映させてもらいますね。今日は西東京市のバニーピーチさんに来てます。今日日替わりランチで頼んでいました。煮込みハンバーグですか。これ美味しそうだよ。店長さん最近料理の腕荒れたね。じゃあいただいてみます。で食べた後ドカマガを読んでいます。はい。